こんにちは、やる気先生です。いつも励みになるコメントほんまにありがとうございます。今日の問題はこちらです。ぜひ一度ね、友達に説明できるか考えてみてください。じゃあ準備 OK でしょうか。ここから授業です。どうぞ。ここでは多角形の外角の和について勉強していきます。今回の問題を解くために必要な知識や解き方を意味から再確認していきましょう。で、今回大切なことはたった一つで、多角形の外角の和はたとえ何角形であっても絶対に360度です。これ何言ってるかっていうと、例えばこの四角形、外角の和全部足したら絶対に360度になりますし、ここの五角形においても外角の和全部足したらやっぱり360度になります。で、今見た四角形や五角形だけじゃなくてね、もちろん24角形とかの外角の和もやっぱり360度になります。もうたとえ何角形であっても100角形であっても外角の和は360度です。で、それなんでやと、まあ図形的に考えてもね、だんだんこの角が増えるほどだん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 円に近づいていくんでね、なんとなく360度に近づくのはわかるかなっていうイメージもあるんですが、きっちりした証明はね、次にあります。とりあえずここではですね、この外角の和何角形であっても360度だよという、この知識を使って今回の問題解いていきましょう。例えば括弧1、この求めたい角 X っていうのはこの三角形の外角の一つです。三角形でも何角形でも外角の和は360度なんですね。だからこれ足すこれ足すこれが360度だよということです。つまり角 X を求めるためには360からこのね、145と123を引けばいいじゃないかと。よって求める答えは92とわかるという流れです。次括弧に行きましょう。括弧にも似たようなもんですね。結局求めたいこの角 X っていうのはこの 1,2,3,4 五角形の外角の一つです。で、外角の和っていうのはたとえ三角形でも五角形でもいつも360度になります。だからここ足す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 ここがね、360度です。で、ここの角度っていうのは対頂角なんで同じ99度ですね。で、ここの角度っていうのは一直線が180度やから141を引いて計算すれば39度とわかります。で、ここの外角もこの72度と対頂角なんでこっちも72度です。つまり x 足す99足す82足す39足す72、これ全部足したら360なんですね。だからあとは360からね、全部引いていけば x が求まります。それを表現すればこの通りですね。まず 180-141 でここを39、外角の一つを求めておいて360からあとはね、全部引いていくよということです。計算すれば68度とわかるという流れです。以上のようにね、今回大切やったことは、多角形の外角の和っていうのはたとえ何角形であっても360度になるよということ、ただそれだけでした。で、なんでそんなことが言えるんっていうのはね、次にやります。ということで、今回の問題を解くために必要な知識や解き方、意味から再確認できましたでしょうか。あとは自分でもノーヒントでできるように、学校の問題集などでしっかり練習しておきましょう。